皆さんこんにちは、 TV グルーヴ清水祐一です。山崎小麦です。はい、アーティストピックアップの時間です。はい、はい、今日取り上げますのはこちらのアーティストです。はい、ザ・バンプス日本デビュー1周年おめでとうです。はい、はい、ザ・バンプスも大人気ですけども、はい、もう1周年ということで、ね、1周年経ちました。早いですね、はい、去年盛り上がってたのがまだ昨日のように覚えてますけども、はい、はい、今日は1周年、日本デビュー1周年を迎えたザ・バンプスを特集したいと思います。はい、はい、ということでザ・バンプスをまだ知らない方のために、ちょっとプロフィールを紹介してみたいと思います。はい、はい、ザ・バンプスとはこんなアーティストですと、はいはい、イギリス出身の4人組バンドでして、はい、こちらからブラッド、ジェームス、はい、クリスタン、コナーの4人組なんですね。はい、なるほど、みんなかっこいいですね。はい、はい、かっこいいです、はい。彼らはそもそもどうやって知り合ったんですか？彼らはですね、Facebook を通じて、結構今時のやり方ですね、こう、はい、バンドを結成したんですよ。なるほどね。はい、でその後こういろんなアーティストのカバーをしたそうですね。そうなんですよ、はい、ワンダイレクションとかテイラー・スウィフトなどのこうヒット曲をですね、はい、YouTube 上に、はい、カバー曲をアップして注目が集まりました。なるほどね、はい、だから日本のファンに聞いてもきっかけはって聞くと最初は 1D だったっていう人が多いですね。そうなんですよね。 1D の、はい、動画を見てたら横にそのバンプスが出てて、なんかなんとなくクリックしてみたらもうハマってしまったっていうような、ね、みんなそういう方多いですね。多いみたいですね、はい。そして、去年2014年5月21日に、はい、日本デビューとなったということですね。はい、はい、そして、デビュー、直後、すぐ来日してくれたんですね。そうなんですよ、はい、はい、その時の模様も TV グループではしっかり取材をさせていただきました、はい、まず、空港の様子ですね、はい、5月30日初来日ということで、はい、空港に我々行きました、はい。ね、そしたらデビューしたばかりのグループなのに、ね、はい、もう空港すごい人だかりで、すごい人いっぱいいましたね。ね、みんな情報早いなと思いましたよ。はい、そして、彼らが登場してくれました。こんな感じでね、はい、で、もうこの後ね大変なことになるんですけども、まあここ最初の撮影はうまくいったんですけども、はい、その後4人がチリチリになって、もう本当にこうファンと入り乱れるような感じになって、カメラマンも大変だったんですよ。別行動して、別行動でもうどこにいるか分かんない、どこにレンズを向けていいか分かんない、確かにそうですよね、いうような感じで、もうしょうがないから、はい、後ろまで回ってっていないかなと思ってたら、目の前にブラッドがいて、あ、追いかけてたらありました。ドンと前にいたので、はい、このシャツショットは撮れたんですけども、あ、いい写真ですよね、はい、こうやってパワーサービスが、そうそう、ね、ツーショット撮ってあげたりとか、すごくフレンドリーで、もう時間も費やしてね、パワーサービスをしてくれました、うん、素敵、はい、はい。そして、第1回目の来日では、ファンイベントをやってくれたんですね。はい、はい、こちら渋谷タワーレコードでライブイベント開催ということで、はい、うん、こちらもだいぶ盛り上がったみたいですね。そうなんですよ、もう満員でね、はい、ファンが駆けつけていました。はい、はい、こちらのイベントにも TV グループが潜入させていただきました、はい、なんと、リハーサルの段階で、その会場に入れていただきまして、彼らのこう素の、顔をですね撮ることができました、うん、はい、リハーサルでもね、みんな4人でこう集まってすごい、そうですね、ね、いじったりとか、すごい仲良さげだったみたいですね、はいはい、常に仲いいですね、うん、はい、そしてもちろん、ライブは非常に盛り上がりました、はい、はい、もう熱気がすごそうな感じで、はい、うん、そしてハッピーを着て登場したんですよね、はい、そうですね、はい、すごい盛り上がりで、はい、もうあの会場入れない人は外のモニターで見てましたからね。あ、そうだったんですね、はい、そして初来日で、TV グルーヴは、彼らの単独インタビューをさせていただきました、はい、ここでさらに彼らの素顔に迫ることができました、はい、これがその時の写真ですけどもね、うん、とても元気そうでした、うん、はい、そしてこの時どんなことを喋ったんですか彼らは。この時はですね、はい、やっぱりこう初来日なので、はい、結成に至る経緯とか、うん、まあ、日本の印象とか、はい、あとトリスタンはちょっと日本に住んでたことがあったみたいで、うん、日本語、はい、知ってる日本語をですね、はい、ちょっと待ってくださいって日本語でこう言ってくれたりとか、うん、そういう日本の印象とかいろいろ話してくれました、はいはい、本当に気さくな感じで ね、そうなんですね、なんか友達と喋ってるような感じで、うん、はい、非常にリラックスして、はい、我々も取材できました、はい、ということで、まあ、第1回目の来日はこれで、無事終了したわけです、はい、翌年ですね、今年の2月に早くも2回目の来日をしてくれました。はい、また来てくれましたね、はいはい、そして今回はなんと初の来日公演をやってくれたということですね、はい、2月の上旬でしたね、はい、東京、ZEP東京で
そうなんですよ、超満員でした。そう、ソールドアウトしてね、はい、一夜限りの公演ということで、はい、もう全国からやってきてましたね。ね、そうですね、結構関西とかね、うん、もう西の方から見た、九州ぐらいから来てた人もいました。そうそう、いましたね、夜行バスで。すごいですね、すごかった若いし、はい、気合がすごかったです。はい、それでまあ当然のごとくすごく盛り上がりました、はい、ね、みんな大合唱して、はい、もう熱気がすごかったです。うん、はい、そう、やっぱりあの、まあ、人気はもちろんね、その YouTube 上での人気っていうのはもちろんあったし、はい、素晴らしい演奏するっていうのは分かってたけど、はい、ライブもすごくね、盛り上げがうまくて、そうですね、うん、一体感がね、すごい生まれてました。そうです、そうです、うん、この時あのギターのジェームスがちょっと手を負傷していて、そうなんですよ、ね、あの自慢のギターが弾けないという、まあ、ちょっとね、残念なところはあったんですけども、うん、それでもまあそのコーラスとしてね、はい、参加してもらって、もう演奏としては大変ノリノリで良かったです、うん。これブラッドですね、やっぱりブラッドいいですよね、はい、セクシーな感じで、セクシーで歌が上手いし、やっぱりキーもすごく高くて、そうなんですね、ハイトーンで、はい、うん、みんなキャーキャー言ってましたね、はいはい、こちらがコナーですね、はい、コナーも今ベース弾いてますけど、はい、ギターに持ち帰って演奏することがあったり、うん、あとブラッドもドラムやったりギター弾いたり、確かに結構誰が何のパートか分かんないぐらいみんな何でもできてしまうんですよ、うん、ね、みんな多彩ですよね、多彩ですね、はい、あとトリスタンの結構長いドラムソロあったんですよ、うん、はい、なんかトリスタンはなんかドラムの大会でファイナリストになった、はい、経験があるぐらい、はい、プロフェッショナルなんですよね、はい、だから本当人気だけじゃなくてルックスだけじゃなくて、はい、すごい実力派なんですよ。そう、実力派なんです、はい、はい、そういうところもまたね魅力です。はい、はい、そして2度目の来日においても TV グルーヴは、単独インタビューをさせていただく機会を得ました、はい、できましたね。こちらもね大変盛り上がりました、はい、あのライブの翌日だったんですよ。そうなんですよ、はい、で我々はですねライブ会場でファンの皆さんから質問をもらって、はい、それに答えてもらうっていう試みをしました。そうなんです、ね、でそれはまた別途その動画が出てるのでぜひご覧いただきたいんですけども、はい、本当に日本のファンからの結構ね際どい質問もあったりとかして、ね、彼らも本当に楽しんで答えてた感じがしましたよね、はい、今日のパンツはとか聞いてましたよ ね、うん、ね、そしたらね、こう心よくすごい見せてくれたりなんかして、はい、すごいメッセージ旺盛だなと思いました、はい、そうです。あとまあ礼儀正しいですかね、なんかそうですね、なんかすごい話もちゃんと目を見てね、うん、ちゃんとしっかり聞いてくれたり、はい、すごい真摯に答えてくれたり、ね、はい、その時山崎さんがインタビューしたんだよね。そうなんですよ、かっこよかったです、うん、もうあれでしょ、50センチぐらいの隣にいたんでしょ。そうなんです、なんか緊張しちゃいましたね、うん、でもみんないい子で、すごいちゃんと受け答えもしっかりしてて、はい、こう若いのにね、ちゃんとしてるなと、はいはい、思いました。思いましたね、はい、で僕とかも撮影に回ってたんですけど、こう機材をこう動かしたりする時に手伝ってくれるんですよ。あ、なんかそう、うん、そうだったね。そうそう、そうでしたね。特にコナーとかが、ね、僕これ動かそうかとか、ちょっと移動しようかとか、そういうことを言ってくれるんですよ。いい子すぎますね、うん、なかなか性格もイケメンで、はい、ね、素晴らしい、はい、言うことないですね、はい、これがあれですよね、そのファンの人のインタビューを見て、まあ、それに反応してるっていうね。そう、ファンの子がハグしてって言ったら全部、うん、あ、ハグするよってこう手を開いてる瞬間なんですよね、はい、なるほどね、はい、みんなとても嬉しそうにモニターを見てくれて、ね、幸せそうでした、はいはい、ね、ということで、まあ、2回の来日も成功に終わりまして、はいはい、でまたね3回目があるといいと思うんですけども。そうですよね、最近彼らはどうしてるんでしょうか。最近はですね、はい、まあ、今年中にこう CD を出すんじゃないかと言われている、うん、2番目ね、はい、言われているので、はい、まあ、その準備期間というか制作期間中で、はい、そしてまあヨーロッパ、アメリカをツアー中なんですよね、うん、はい、なるほどね、結構 VIP 席とかもチケットもすぐ売り切れちゃうぐらい、はい、全世界的にね今人気急上昇中です。はい、そして人気ボーイズグループにはつきもののそういうロマンスの噂もあると。そうなんですよね、はい、これどうなんですか、これ具体的になんかどうなってんですか。具体的にあんまりそこまで出てないんですけど、はい、うん、まあね、こうフロントマンのブラッドは、うん、こう某ガールズグループのことを噂になったりとかしていたり、うん、まあ、みんな彼女がいるんじゃないかいないんじゃないかっていうところもね、うん、こうファンの興味はそうですね、向けられますよね。真相はどうなんでしょうか ね、そこも気になるところですね、はい、そして、今後の予定ということでここが一番気になりますけども、はいはい、まあ、さっき言いましたよね、はい、あの新アルバムがおそらく出るであろうと。そうなんですよ、今年中に、はい、うん、まあ、インタビューでもねジェームズが言ってたんですけど、はい、今年中には出したいと思っているそうです、はいはい、そしてねアルバム出したらもうツアーしなきゃしょうがないということ ですよね、普通、そう、なんかそんな流れですよね、うん、そのアルバムを引っ提げて、はい、2016年かな
ぐらいに3度目の来日をしてくれるんではないかと。そうなんですよ。予定って書いてありますけど、予定されてるんですか。一応その前インタビューした時にジェームズが来年来るからねって言ってたんですよ。だからその言葉を信じます。はい、まあ、ZEPP 東京も満杯になったし、はい、まあ、手応えっていうのは、うん、彼らの関係者も感じたと思うので。そうなんですよ ね、日本に熱いファンがたくさんいるっていうことが十分伝わったはずなので、はい、まあ、ジェームズが言ってたのが、前回は一夜限りだったんですけど、うん、はい、今度はもう2公演とか3公演とかやりたいってやってほしいね言っていたのと、あとやっぱり関西とかそういう九州の、ね、うん、方から来ているファンもいたので、そういう大阪方面とかそっちでもコンサートできたらいいなってことをね、うん、話してました。そうそう、ファンの人が大阪も来てとか言ってたら、そう結構言ってたんですね。具体的に大阪行くの何時間ぐらいかかるんだって質問をね、通訳の人にしてましたから。はい、聞いてました、うん、もしかしたら大阪でもやってくれるかもしれないです ね、はい、ね。はい、そしてザ・バンプス日本デビュー1周年を記念しまして、はい、キャンペーンもあるということですね。そうなんですよ。はい、ボーイズグループ公式ショップではですね、ザ・バンプスの日本デビュー1周年を記念しましたキャンペーンを展開します。はい、はい、詳細はこちらです。ボーイズグループ公式グッズショップボーイズ東京店または通信販売でお買い上げの方全員にザ・バンプス日本デビュー1周年記念カードをプレゼントします。こちらがザ・バンプス日本デビュー1周年記念カードです。ファーストアニバーサリーと書いてあり、この機会にしか手に入らない特別なカードです。キャンペーンの期間は2015年5月23日土曜日から6月21日の日曜日までです。そして5月31日日曜日14時から16時には公式グッズショップボーイズの東京店にてザ・バンプスのファンイベント集まれジャパンバンペットを開催します。ザ・バンプスのファンの方に TV グルーヴがインタビューとファッションチェックを実施したいと思いますので、ザ・バンプスの応援ファッショングッズをお持ちになってぜひ集まってください。私たち2人が皆さんにインタビューさせていただきます。その模様は TV グルーヴおよびザ・バンプスショップウェブサイトや Facebook で掲載させていただきます。はい、そして、これらのキャンペーンでぜひこういろんなグッズを見ていただきたいんですけども、はい、まあ、そのごく一部をちょっと今日は紹介してみたいと思います。はい、はい、こちらがですね、ザ・バンプスのポスターになってますね。はい、ちょうど我々の後ろにあるやつと同じで一緒です。はい、いい写真ですね。結構最近の写真ですね。はい、24時間彼らといられますよ。そうです。はい、はい、そしてこちらがザ・バンプスの T シャツとなっております。はい、はい、これレディースですよね。はい、はい、なかなかかっこよくておすすめです、ね。はい、普段使いにもとってもいいと思います。はい、はい、まあ、その他いろんなこうまた新商品も出ると聞いておりますので、ぜひホームページなどをチェックしてみてください。はい、はい、ということで駆け足で彼らのね、あのプロフィールなどを見てきましたけども、はい、どうですかザ・バンプスの魅力っていうのは山崎さん的に何がいいんだと思います？はい、なんかこう親しみやすさもちょっとあるし、うん、はい、そういうカバー曲いまだにこう、うん、結構カバー曲ってずっと披露してくれて、はい、それ自分たちなりにアレンジしてるんですね、うん、そういうアレンジの仕方もすごい、うん、なんか個性的で楽しいですし、はい、うん、でもちろん彼らの曲とかミュージックビデオもですね、私は大好きなのでこれからも、うん、はい、応援していきたいなと思ってます。なるほどね、はい、ということでそういったもう魅力たくさんの、ザ・バンプス、ぜひまだ未体験の方はですねファーストアルバム聴いてみていただきたいと思います。はいはい、そして ATV グルーヴでもその2回のインタビュー、そしてファンへのインタビュー、などなどをですね公開しておりますので、はい、またリンク貼っておきますので、はい、下で、クリックして全部見てみてください、はい、チェックしてみてください。はい、ということで今回は日本デビュー1周年を迎えましたザ・バンプスを取り上げました。はい、いかがでしたでしょうか。これからもザ・バンプスを応援してきますので、はい、TV グルーヴもぜひチェックしてみてください。はい、はい、ではまた会いましょう。バイバイ。